お待たせいたしました、これより東京ヤクルトスワローズ新入団選手発表会開始させていただきます。本日お集まりいただきましたプレスの皆様、お忙しいところ誠にありがとうございます。そしてたくさんのスワローズファンの皆さんにも集まっていただきました。どうもありがとうございます。 Thank you very much。 今年もですね、たくさんのご応募いただいた中から厳選なる抽選を行いまして、ここにお集まりの皆さんが当選となりました。本当におめでとうございます。どうぞ最後はですね、存分にお楽しみください。よろしくお願いいたします。本日のですね、新入団選手、発表会、司会の方は私ソウルスタジアム DJ パトリック優が担当させていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしてつば散歩23区制覇目前のマスコットつば九郎にも本日お手伝いいただきます。よろしくお願いします。1992年7月16日生まれ18歳、身長180センチ、体重73キロ、レセオシャ高校学校ドラフト1巡目指名、背番号は23番です。走攻守の三拍子を兼ね備えたセンスのあるショートのプレイヤーです。フットワークも良く、グラブさばきも大変柔らかい。打撃はスイングスピードが速く、高校通算32ホーマーと長打力もあり、将来性大変豊かな逸材です。小川監督からユニフォームが、そして鈴木社長よりキャップが渡されました。それでは、社長、そして小川監督、もうちょっと中央の方に寄っていただいて、はい、ありがとうございます。写真の方を撮らさせていただきます。1984年7月10日生まれ、24歳、身長180センチ、体重85キロ、アクアビクトリーズ、ドラフト2巡目指名、背番号は42番です。マックススピード148、経験豊かな本格派5番です。ピッチングセンスがあり、勝負どころを心得ております。スライダー、チェンジアップをうまく操り、先発、リリーフどちらでも活躍が期待できる即戦力投手です。ドーイングは大変早く正確です。懐の広い大きな構えから左中間方向に鋭い打球を放ち、今年の夏の甲子園での、大会ではですね、バッティング、そしてキャッチングでも活躍を見せてくれました。攻守両面に魅力のある将来性豊かなキャッチャーです。18歳、身長187センチ、体重83キロ、北昇高等学校ドラフト4巡目指名、背番号は39です。恵まれた体格から繰り出す打撃能力は天性のもの、荒削りなところはありますが、鍛え上げれば将来和製大砲となりうる逸材です。1986年5月16日生まれ24歳、身長181センチ、体重82キロ、日本製紙石巻、ドラフト50目指名、背番号は26です。サイド気味の投球フォームから左打者の懐に強気に攻める投球は圧巻です。コントロール、キレともに素晴らしく、ワンポイントはもちろん、エグフとしても活躍が大変期待できる即戦力投手です。
長182センチ体重85キロ熊本ゴールデンラックスドラフト6巡目指名背番号は64です。俊足強肩が魅力の大型外野手です。先日行われました秋葉選手権では日本代表選手として選ばれ、パワーはもちろん抜群のバットコントロールも兼ね備える即戦力外野手です。22歳、身長174センチ、体重69キロ、横浜創学館高等学校、育成ドラフト1巡目指名、背番号は116です。身体能力は大変高く、魅力は走力と肩の強さです。鍛え上げればスペシャリストとしての活躍が期待できる将来性、大変楽しみな逸材です。193センチ、体重90キロ、香川オリーブガイナーズ育成ドラフト2巡目指名、背番号は118です。193センチ、その身長から繰り出される角度のあるストレートが大変魅力な大型右腕、伸びしろがあり育てがいがある投手です。仙台育英学院高等学校ドラフト失礼しました、育成ドラフト3巡目指名、背番号111番です。走攻守バランスの良い外野手、最大の魅力は 50m を5秒7台で走るその足です。荒っ削りな部分はありますが、身体能力は大変高く、将来性豊かなプレイヤーです。報道の皆様からいただいておりました質問を私が、ですね、選手の皆さん、そして監督の、監督へ、質問させていただきたいと思います。まず一つ目の質問なんですが、今憧れのスワローズのユニフォームを着ました。今のですね心境、そして感想をですね各選手からお聞きしたいと思います。まず最後に佐藤選手。まさか兄と同じチームに入ると思っていなかったので、本当にびっくりしているのと、これからが本当楽しみです。続いての質問です。スワローズというチーム、これ入団する前からどういう印象を持っていたのかと、あとズバリ目標を各選手から聞きたいと思います。まずは、スワローズというチームに抱いている印象、そして目標、目標としている選手を教えていただきたいと思います。それでは山田選手からお願いします。ヤクルトはいつでも優勝できる実力のあるチームだと思います。目標の選手はやっぱ青木選手や宮本選手のように日の丸を背負える有名な選手になりたいと思います。青木選手が現在つけていた23番という背番号を受けていますから頑張ってください。続いては市場投手、スワローズの印象、そして目標にする選手聞かせてください。
はい、ヤクルトスワローズは大変爽やかなイメージです、自分は目標としては新人王って言いたいんですけど、まず一勝ですね。精一杯頑張ってまず一勝を取りたいと思います。目標とする選手を教えてください。以前高津投手っていう選手がヤクルトにいたんですけど、そういう力もあって皆様からも面白いって言われるような選手になりたいです。本日は入団本当におめでとうございます。何かですね、野球以外に趣味や特技があれば教えてください。はい、ありがとうございます。山田選手から。趣味はボーリングです。ボーリングはカラオケで、大概休みの日はその遊びをしています。で、特技は、結構逆立ちができます。逆立ち、いつか、披露していただきたいと思います。今日ここで見たい。いいですか。山田選手お願いします。つば九郎がお手伝いします。はい、じゃあせっかくなんで中央の方でいいですか。すいません突然。よっしゃ、つば九郎ちょっと手伝ってね。手伝って。はい、あ、はい、あ、じゃあキャットウォーク行きますか。行きましょう。レッツゴー。おお、あ、おっと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 、本当に、一日もですね、早く、トップチームでの活躍を、僕も楽しみにしておりますので、これからも皆さん熱い声援をよろしくお願いいたします。9人の新人選手にもう一度大きな拍手を送ってください。頑張ってください。頑張ってね。